おや、リュウキハン、こないなとこでどないしたんですか。ひょっとしてワテのステージ見に来てくれはったとか。せやったら残念、今日は出番ないんですわ。そうなの。いえ、今日はショウマくんから話を聞きに。ショウマから。なんで僕が龍騎さんなんかと観覧車に。でも楽しいでしょ。龍騎さんがいなければ。龍騎、今日の翔馬くんは初っ端から会話に応じてくれてるわ。これは心の低層体がガバガバになってる証拠よ。突っ込めばいろいろと話してくれるかも。その例えなんとかならないの。嘘って？バッツ490の暗号が示していた地点はホラケンじゃなかった。違うかな。嘘をついた理由教えてくれるかい。実際の地点がどこだったのかもね。本当は解いてないんだ暗号なんて。え、ちょっとみんなから褒められたくてさ、それで嘘を。これでいい？もう僕には話しかけないで。翔馬は動揺してるわ。彼の言ってることはおそらく嘘よ。低層体はガバガバじゃなかったみたいね。せめて心のをつけてもらえないかな。仕方がない。鍵を外すために他の話題を振ってみるか。この間見せてもらったロボット、ほんとすごかったな。あれだけの腕前なんだから、いろんな企業からスカウトが来てたりするんじゃない？別にそれほどすごくはないよ。僕はただのロボットマニアだし。いや、だけどあのロボットには素人の目から見ても並外れた技術が込められているのが感じられたよ。特に一輪ってとこに美意識を感じたな。まあね、一輪走行は僕のこだわりだったから。本当に苦労したんだ。一輪の構造に自立安定性を備えるのは。大手の電機メーカーだって自社の技術力をアピールするために一輪ロボを作るくらいだし。うんうん。あと僕のロボの自慢は耐荷重が大きいこと。あの見た目で20キロくらいの荷物も余裕で運べるんだ。もっともっと改良して40キロ近くまで持てるようにしようかと。なるほどなるほど。どうせ興味なんかないくせに。前回と同じようにはいかないか。おだてても無駄ってわけね。前にも言ったでしょ、ただのクラスメートだよ。特に仲も良くないし、詳しいことは知らない。学校には港の方にある家から通ってるみたいだけど、住民票が僕らの学区のところで登録されてるからかな。それで彼女も同じ小学校に。めっちゃ詳しいじゃん。違うよ、そういうんじゃなくて。全然興味なんかないし、あんなブス。もうなんかいかにも男子小学生って感じだね。父さんのことは話したくない。前にも言ったでしょ、考えたくもないんだ。しつこいな。父さんの話はしたくないんだよ。話したくないって言ってるだろ。大嫌いなんだよあんなやつ。これで満足？嫌いで嫌いで大嫌いだから口に出すのも嫌だったんだ。でもさっきも一緒だったじゃないか。最初僕は一人でここにいたんだよ。そこに父さんが来て、そろそろ仲直りしようって。仲直り？今喧嘩中なんだ父さんとは。昨日も家出して帰らなかったし。家で？友達からバカにされたから。それが米地さんとの喧嘩に関係あるの？あるよ。父さんがダメで情けないからバカにされたんだ。もっとしっかりしてよ。テレビでかっこいいとこ見せてよ。そんな風に父さんにお願いしたら。わてはお客さんに笑顔を届けとる。
そのためならいじられようと何されようと構わへん。それが芸人っちゅうもんや。なんて言い返してきたから僕思わず言っちゃったんだ。だから母さんは愛想をつかして出て行ったんだろって。そしたら父さん顔を真っ赤にして。ほんなら俺も出てったらええわ。だからだよ、それで家を飛び出して。好きになれると思う？あんな古臭い芸風の汚れ芸人、めったにテレビに出ることもないし、たまに出たと思ったら熱々のおでんとかを無理やり口の中に突っ込まれたりしてるし、それがオンエアされた翌日はいつも決まって友達にバカにされるんだ。もう嫌なんだよ、うんざりなんだよ、そんなこと。だから嫌いだって言ってるだろ。何もかも嫌いだよ。大酒飲みなところも嫌いだし、酔うとバカみたいに気が大きくなったりするのもダサいと思う。それでできもしない壮大な夢を語ったりして、シラフになったらなったで酔ってる時の醜態を思い出して布団の中で身もだえたりしてるんだ。めっちゃ寒いよね。侮蔑の感情しか湧かないよ。いつも鼻毛が出てるところも、おしぼりで顔を拭くところも、風呂場でオンチな歌を歌うところも、何から何までキモくて最低でかっこ悪くて大嫌いなんだよ。嫌いなくせにやたらと観察してるな。好きと嫌いは紙一重って言うしね。ダメだ、何を話しても翔馬くんは心を開いてくれない。正攻法ではダメかもね。となるとあとは父親の方から攻めてみるとか。いやあ、ワテも観覧車に誘ってくれるなんて嬉しいですわ。ほんま、おおきに。とりあえず差し当たっての目的は翔馬くんの低層体を解除することにあるわ。まだ言うか。その方法を聞き出すときにそばに翔馬くんがいられたら都合が悪い。だから小道をここに誘ったのよね。そうだけど。そういえばこの観覧車、おとついも龍騎班と一緒に乗りましたけど、龍騎班もよっぽどぐるぐると回るもんがお好きなんでしょうな。どちらも同じおまわりさんなだけに。で、話っちゅうのは何でっしゃろ。事件に関することやったらもう話すことはあらしまへんけど、今はこの服しかないさかい仕方なく、ほんまは私服も一着あったんですけどね、その服をおとといダメにしてもうて。せやけどこの包帯、これさえあれば何ら問題はあらへんのです。ええネクタイでっしゃろ。確か翔馬くんが買ってくれたんですよね。そうです。たとえ服が一着しかなかったとしても。このネクタイをその時の気分でつけたり外したりするだけで、あら不思議、あっという間に他の服に着替えたように。見えないわよね、全然。うん、おっと、なくしたら一大事やからまたつけとかんと。このネクタイ、わてがステージでもっと輝けるようにと翔馬が選んでくれましてな。つけると翔馬に応援されとるような気がして力が湧いてくるんです。わてにとってごっつー大事な宝物なんですわ。翔馬が嘘を。ええ、そうですか。その暗号っちゅうやつのことについてはわてにはようわからしまへんけど、とにかく翔馬はわけもなく嘘をつくようなことちゃいます。親の言うことやさかい信じてもらえへんかもしれへんけど、
ショーマがそうするからにはあの子なりの訳があるに違いないです。前にも話した通り、昔はクイズ王としてブイブイ言わせとりました。ところが調子に乗って芸人になった途端、一転してうだつの上がらん生活に、神さんは愛想をつかして出てってもうて、わてはせがれのショーマを男で一つで育ててきたんです。せやのに、さあわてには見当もつきまへん。今はわて自身ショーマとまともに話ができへん状態で、ご存知かと思いますが、昨日わてはショーマと喧嘩してしまいまして。それはショーマが小さい頃わてに作ってくれたもんなんですが、昨日の喧嘩でショーマが破り捨ててもうて、めっちゃ大事にしとったんですけどね、わてには仲直りする気はあるんですが、ショーマの方が難しいでしょうね、あんな調子じゃ。悪いのは全部自分なんです。そもそも今回の喧嘩もわてが売れてへんことが原因なんですから。とんでもあらへん、わては芸人であることを誇りに思っとります。と同時に、売れない芸人である自分が情けなくもあります。ショーマには苦労をかけっぱなしで、ほんま申し訳ないと思うとるんです。龍騎班、一つ相談したいことがあるんですが。何でしょう。いや、やっぱやめときますわ。気にせんといてください。何かしら。何か重要なことを言おうとしてたような気がするけど。ねえ龍騎、ウィンクシンクしてみたら。そうだね、ちょっと覗かせてもらおうか。闇金の連中や。昨日は別の奴らが来よったし、一昨日もあちこちから借り取るさかい、もう誰が誰やか分からへんけど、とにかくわてはどないしたらええや。警察にも相談できへんし、なるほど、多重債務者ってわけね。闇金にまで手を出すなんてよっぽど困ってたんだね。でもどうして警察に相談できないのかしら。もしかして、あいつどうやら暴力団とつながりがあるみてえでな。なんでもヤバいブツの取引に関わってるとか。え、なんでそれを。やっぱりね。そのことでさっき僕に相談しようとしたんですね。警察に言えないのはなぜなんです。ヤバいブツの取引に関わってるからですか。何言うてまんねん龍騎班、そんなもんにわてが関わっとるわけないでしょう。あれ、ショーマがおらへん。ったく、
どこ行ってもうたんや、あいつ。まだ仲直りでけてへんのに。すんまへん、龍騎班。わてはこれから翔馬を探しに行かなあきまへん。せやから、まあ、そういうこって。ほな、失礼します。コメジと翔馬か。二人とも隠し事をしてるのは明らかだけど、追いかけてとっ捕まえても同じやりとりの繰り返しだろうし。仕方がない。今はひとまず別の場所へ。ええ、そうね。いらっしゃい。久しぶりじゃないの。悪いけどママ、今日は客として来たわけじゃないんだ。事件について何か知ってることがあるんじゃないかと思って。それってもしかして HB 事件のこと？うん。マメちゃんとゲンさんが来てるけど。でも様子が変ね。二人とも黙ってそっぽを向いて。そうね、私が知ってる範囲だと。ごめんなさいね、お役に立てなくて。いや、いいんだよ。やっぱり刑事は足で稼がないとね。ねえ、前から思ってたんだけど、ママって一体何者なの？やだ、どこにでもいる普通の BL 系の人よ。それ、水晶玉？え？私のたまたまたんよ。たま…たま？ああって言っても、あっちのたまたまじゃないわよ。わかってる。副業でね、占いも始めたんだ。実は私、聞けるようになっちゃったみたいで。異次元の人の声。異次元？ええ、ある日突然ね。だから占いっていうよりも高齢術って言った方がいいかしら。どっちにしろうさんくさいわね。どうせママがそれっぽいふりをするだけなんでしょ。いいえ、大マジよ。何せ高齢中のことは何も覚えてないくらいだし。だったら試しに HB 事件のことについて聞いてみる？実際に見れば信じられるかも。いや、いいよ。遠慮しないでいいのよ。無料にしてあげるから。じゃあたまたまたんに聞いてみるわね。その呼び方やめてほしいんだけど。たまたまたん、たまたまたん、世界で一番美しいのは誰？それはもちろんママさんです。って聞いてること全然ちげえし、答えも完全に間違ってるわ。今のはただの冗談よ。だろうね。おほん、それじゃ本気出していきます。たまたまたん、たまたまたん、ある事件の手がかりが欲しいの。犠牲者が次々と引き裂かれる HB 事件、その犯人を見つける鍵はどこにある？顔、隠された素顔、誰にも見せない素顔に答えは隠されている。ん？私今なんか言った？さっきも言ったけど、高齢中のことは何も覚えてなくって。そうね、真っ先に思い当たるのはマスクに隠されたゲンさんの素顔か。だけどデリケートすぎて軽々しく確かめられるものじゃないし。
そうよね。本当に事件に関係するのかも眉唾だし。あと他に思い当たることといえば、あ、古江陣。え、それ古江にも当てはまるかも。でも古江の顔は世間でもよく知られてると思うけど。ええ、隠されてるわけじゃないわよね。確かに古江の顔写真はいろんなところに出回ってるわ。だけど彼本人が直接表に出てきたことはないのよね。一回も？一回も。シャイなわけじゃないよね。だったら顔写真だって出さないでしょ。極度のナルシストで写真は全て自分から提供してたって聞いたこともあるし。ところでママ、あの二人一体どうしちゃったの？それがね、実はちょっとした意見の対立があって。意見の対立？そうじゃないでしょママ。要はケンちゃんがものすっごい常識知らずってこと。なんだって？それは君のことだろう。あんなことを言い出すなんて知性を疑うレベルだよ。はあ？私からしたらケンちゃんの知性こそ疑わしいけどね。アメリカ縦断ハイパークイズで成田にすら行けないんじゃない？待って。つまり二人の間には何らかの主張の食い違いが起きてるってこと？そうそう。で、ニッチもサッチも行かなくなり。てやんでバロ、こうなったら第三者に白黒はっきりつけてもらおうじゃねえかってことになって。ママから意見を聞くためにこのマーブルにやってきた。とまあそういうわけです。だけどね、私が口を挟んだことで余計に話がこじれちゃって。そうだ、この際だから龍騎さんにも意見を聞いてみよう。そうだね、そうすればどっちが正しいかはっきりするはず。では問題です。え、ニューヨークの自由の女神がある島の名前は？龍騎さんまでそんなこと。正解はエリス島でした。え、ちょっとそんなバカなことあるはずがないでしょ。自由の女神は確かにリバティ島に。いえ、女神の所在地はエリス島で間違いないはずよ。っていうかリバティ島なんて島この世に存在しないし。え、そんなはず。龍騎さんもそう思いますよね。こんなの絶対何かが間違っている。ねえ、タマはどう思う？エリス島に決まってるじゃない、常識よ。ほら、ネットで検索してみたわ。これで一目瞭然でしょ。自由の女神があるのはエリス島。そんな。ゲンさん、信じられないことだけど、マメちゃんたちの言ってることの方が正しいみたいだ。ありえない、そんなこと。ほーらね。まあそんなわけで、自由の女神がどこにあるかで今まで揉めに揉めまくってたってわけよ。でもようやく結論が出たみたいね。わかった、ここまで言われたら間違ってたのは私なんだろうね。悪かったよ天目、私の勘違いだった。くれたならそれでいいよ。こういう勘違いってのは誰にだってあることだしね。さてと、私はそろそろ出勤時間だからもう行くね。私はもう少しここにいるよ。わかった、じゃあ3人ともまたね。ところでゲンさん、お店は？今日は臨時休業にしました。納得のいく食材が手に入らなかったもので。え、そんなことで？とても重要なことですよ。中途半端な料理を提供するのはお客さんに失礼ですからね。この後は港の倉庫街にでも行こうかと思ってます。海でも眺めながら新作料理の構想を練ろうかと。ええ、あの場所が好きなんです。ゆったりと海が眺められて、
誰もいなくてとても癒されるんです。どういうわけか伊達さんもよく来られますしね。どうすればいいんだ、私は一体どうすれば。アマメとはそれはそれは長い付き合いですから、ああいった些細なことで喧嘩することもあります。もう家族みたいな間柄ですね。だから何かあった時にはどんな協力も惜しみません。何があっても彼女のことは守らなければと思っています。前にも言いましたが、伊達さんとは以前からとても仲良くさせてもらっています。伊達さん、この店に飲みに来る前にブラフマンにもよく立ち寄ってくれるんですよ。私は伊達さんのことをとても信頼しています。私のこの姿を初めて見た時全く怖がらなかったのは3人だけなんです。伊達さんとアマメとあとはライアン。ライアンとも知り合いなんだ。ええ、彼もブラフマンの常連なんです。以前伊達さんが来ている時にライアンもふらりとやってきて、二人とも意気投合してかなり盛り上がっていましたね。店を閉めた後は私も加わって三人で朝まで飲み明かしました。へえ、面白い組み合わせだね。三人でどんな話をするのか見当もつかないや。どうせエロ本の話とかでしょ。中学生かよ。エロ本の話とかです。伊達さんとアマメとライアンは別として、私のこの姿はほとんどの人を異様な気持ちにさせてしまいます。ですがこのマスクをかぶっていないとますます怖がらせることに。確か顔が先天的なもので。はい、見てみたいですか。え、私の素顔です。いや、無理はしなくていいよ。もちろん避けてるわけじゃないんだけど。顔、隠された素顔、誰にも見せない素顔に答えは隠されている。そんなことは全く心配してませんよ。松下食堂の太田は料理の真髄をまるで分かってませんから。これは。とにかくずっとここにいても仕方がないし。そうね、次の場所へ。それじゃあ源さん、ママ、僕はそろそろ行くよ。わかりました。お気をつけて。たまには仕事抜きでも来てよね。それはちょうどよかった。で、なんでここにこの二人もいるの？僕はたまたまだよ。俺だってたまたまのたまたまだ。まあいいや。ところで、事件のことで伝えたいことって。はい、その話なんですけど。なんだあいつ。見るからに怪しげなやつが来たね。この事務所のタレントさんだったり。さあ顔がわからないので何とも言えないですが。
ヤバそうなやつだな。だがアセト、いやイリスちゃんは俺が命に変えてでも守るから安心してくれ。僕だって。たまたまだって言ったろが、なぜかたまたま俺の PC に汗だイリスちゃんの収録スケジュールが入ってて、これは対抗する組からのハッキングに違いないと睨んで念のため偵察に。苦しすぎる。ただの出待ちでしょうね。いつもありがとう、モーマさん。ふっかふか。ミトンコットンアセトンちゃん。おいしそう。マトンクルトンアセトンちゃん。クラゲくん。プランクトンとアセトンちゃん。ネット界の気圧栄養媒アセトンこと A セットです。おととい話しましたよね、バッツ490を見た人たちが行方不明になった話。とうとう例の QR コードの動画でも同じことが起き始めたみたいなんです。なんだって。今朝ネットで知ったんですけど、あの動画を見て行方が分からなくなった人たちがたくさんいるらしくて、失踪した人たちはどこか一箇所に集められて、そこで皆殺しにされるって噂が。おい待て、その話は本当か。はい。なんだてめえは。それ以上近づくんじゃねえぞ。そうだ、アセトンちゃんに何をする気だ。邪魔したな。行っちゃった。何だったんだあいつ。あのそれでさっきの話だけど。あ、はい。実際に誰か知ってる人が失踪したとか。あ、いえ、そういうわけじゃないんです。ただネットで噂を聞いただけで。タマ、ここ最近の失踪者の数は。今週の失踪者は1700人ほどよ。別段増えてるわけではないわね。やっぱり HB 事件にはオカルト的な何かが絡んでるんですよ。半分だけになった死体が別の世界から瞬間移動してきたり、動画を見た人が行方不明になったり、この事件には超常現象的な何かが関わっているとしか。だからたまたまだって言ったでしょ。たまたまアセトンちゃんの収録スケジュールを知って、収録が終わった後喉が渇くだろうなと思って飲み物の差し入れに。要するに出待ちってことね。いつもありがとうオータン。ポッカポカ。フトンスイトンアセトンちゃん。ウヤマオオトンプラトンアセトンちゃん。破壊力500メガトンアセトンちゃん。ネット界の気圧栄養媒アセトンこと A セットです。アセトンちゃんの意見僕も賛成なんだよね。 HB 事件にオカルト的な何かが関係してるって話でしょ。でしょ。うんうん。だってこの事件にはナイクスが絡んでるわけだし。それどこで聞いたんです。ネットじゃもっぱらの噂だよ。そのナイクスが提唱してるのはシミュレーション仮説。ああ、このことは数ヶ月前は分からなかったんだけど、最近いろいろと調べて知ったんだ。とにかくその仮説を踏まえて考えれば事件の謎は全部解けるはずで。この世はただのシミュレーション。そしてプログラムには必ずバグというものが潜んでいる。偶然の一致はそのほころびが生じたことの証。バグ現象の現れ。
セトンジャン、ア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 セトンジャン。ものすごく不毛なウィンクシンクだったわね。シミュレーション仮説はきっと本当のことなんだよ。その証拠だってあるし。証拠？これを見てよ。これ何か似てない？例えばゲームに出てくる名もないモブキャラとかさ、あれは制作コストを下げるために同じデータを使い回してるわけなんだけど。いやこんなの偶然の一致でしょ。シンクロニシティ的な？だけどさ、他にも証拠写真はあるんだよ。これを見ても偶然って言える？こういった科学では説明しきれない現象もシミュレーション世界のバグだと思えば。そんな。冷静になりなさい、リュウキ。こんなの捏造したフェイク画像に決まってるじゃない。そうだよね。一言で言えば意味のある偶然の一致ってことなんだけど、例えばさ、誰かの噂をしてたらその人が実際にやってきたり、何人もの別の人から同じ言葉を何度も何度も聞かされたり、こういったシンクロニシティが起きる場合、そこには何らかのメッセージが隠されてるって言われてるんだ。メッセージって誰からの？それは、誰かからのだよ。オカルトだとか超常現象だとか、そんなんは専門外だから全くわからんが、一つだけはっきり言えることがあるから忠告するぜ。この事件の捜査からは手を引いた方がいい。どうしたんですか突然。ナイクスって団体のことは俺もよく知らねえ。だがこの事件にはマジでヤバい組織が絡んでんのは間違いねえんだよ。深入りすると本当にやられちまうかもしれないぜ。これはな、闇社会に広まってる噂なんだ。警察がこれ以上捜査を続けたら奴らが消しに来るってな。世界中の腐った富豪連中も絡んでるみてえだし、奴らを本気で怒らせたら何されるか。富豪？それってもしかして瀬島さんも関係があったりとか？瀬島？瀬島ってあの元国会議員の？はい、瀬島総さんのことです。あ、だけど気にしないでください。最近何度か会ったのでちょっと思い浮かんじゃっただけで。待って、瀬島に会ったの？うん。どうして？お家にお呼ばれしたから。呼ばれた理由は？私のネット動画を偶然見かけて興味を持ったからとか、なんとか。大丈夫だった？何かされたりとかしたわけじゃ？全然、ちょっとお話ししただけだし。オータンの話を聞いて思ったんだけど、あらゆるオカルト現象はシミュレーション仮説で説明できるんだよね。 UFO もユーマも幽霊も超能力も、この世界がシミュレーションなら全部ありえる話だもんね。そうそう、バグなのか意味のある改ざんなのか、どちらにせよ辻褄が合っちゃうよね。さてと、そろそろ行きましょうか。いろいろと話を聞けた割にあまり身のある情報は得られなかったけど。うん、ただ少し引っかかるんだよね。一応今聞いたこと頭に入れておこうかな。
事件に直接的に結びつきそうな手がかりは得られなかったわね。気になることはいくつもあるけど、中でも一番引っかかるのは、目的はホラケンの中にある隠し部屋、そこに入ることだったんだ。だけど結果的には何の手がかりも見つからなくて。ホラケンの隠し部屋？調べないわけにはいかないでしょ。そんな部屋があるって聞かされたらさ。まあ確かにそうだけど。というわけで。わかったわ。次の目的地は。うん。ホラケンだ。もういないね。もう業務時間外だからね。みんな帰ったんでしょ。明かりがついてるけど。消し忘れじゃない？入り口の鍵も開いてたけど。指名忘れだと思うわ。守衛もいなかったけど。有給休暇中よ。ああ、もう悪かったわよ。ええ、そうね。確かに様子が変よ。まるでどうぞ中に入ってくださいとでも言わんばかりの状態で。罠かな。誰が何のために。私たちがここに来ることは誰にも予測できなかったはずよ。じゃあ僕ら以外の誰かを迎え入れるためとか。誰だ。ユキ、生体反応があるわ。人数は一人、どこかに隠れてるんだと思う。見つけたわね。おい、そこにいるのは分かってる。おとなしく姿を見せろ。米次さん、なんで米次がこんなところに。さあなんででしゃろう。自分でもようわからへんのです。気がついたらここに。酒のせいで脳みそをやられてもうたんですかな。何のことでしゃろ。わてが来た時にはもう会いとりましたで。文字通り真っ赤な嘘ね。後ろぐらい事情があるのは明白だね。あとはどうやってそれを自白させるかだけど。何か隠し持ってる可能性もあるわ。調べてみましょう。ええ、今は家にいると思います。あれはなんで。米次さんがあんなもの。米次さん、その懐に隠してるものは何ですか。何のことですかな。ごまかしても無駄です。そこにあるのは拳銃ですよね。米次さん、話を聞かせてもらえますか。一体どういうことなのか探らないと。
だけどこんな興奮状態じゃ話も聞けなさそうだし、リンクシンクもできないわ。だったら残された方法は一つ。リュウキ、シンクして。